令和4年4月23日新規リーグ戦日本体育大学対筑波大学第1戦1回の表守備につきます。筑波大学の先発ピッチャーは村上、キャッチャー西浦、キャッチャー西浦君、内野はファースト野沢君、セカンド小川君、サード小田切君、ショート長野君、外野はレフト石毛君、センター清水君、ライト中村信也君。なおこの試合の審判は先発ピッチャーは矢沢、キャッチャー内田、サード重宮君、ショート松浦君、外野はレフト小滝君、センター本間君、ライト南君。疲労が違う。一回の裏、筑波大学の攻撃は1番ショート長戸。145ボール1ボール145、
ット石毛。レフト前ヒット、ワンアウトランナー一塁、ワンアウトランナー一塁、バッターは3番センター清水。146ストライク、ワンストライク。ライト中村、135ファール、ワンストライク。2回の表、日本体育大学の攻撃は4番サード、重宮。
なし、ボール、ワンボール。135ボール、2ボール。135打ってレフトフライ、2アウト。6番ライト南。136ボール、ワンボール。日本体育大学の得点は無得点です。2回の裏、筑波大学の攻撃は6番キャッチャー西浦。145ストライク、ワンストライク。取りました、ボール、ワンボール。ストライク、ワンボールワンストライク。135空振り、ワンボールツーストライク。ツーアウトランナー1塁、バッターは9番野沢、ファースト野沢です。143ボール、ワンボール。ランナースタートの構えで129ボール、2ボール。筑波大学の得点は無得点です。3回の表、日本体育大学の攻撃は7番ファースト相澤。123ボール、1ボール。123ストライク、1ボール、1ストライク。107ファール、ワンボール2ストライク。137ファール、ワンボール2ストライク。
ト、ノーアウトランナー一塁、8番キャッチャー内田、1番松浦、138ボール、ワンボール、135打ってレフトフライ、スリーアウト。3回の表、日本体育大学の得点は2得点です。3回の裏、筑波大学の攻撃、9番ファーストの座は130ストライク、1ストライク、131打ってライトフライ、146打ってライトフライ、ツーアウト。2番石毛、134ボール、ワンボール、144デッドボールによりランナー出塁、ツーアウトランナー一塁、バッターは3番清水、
田大学の得点は無得点です。4回の表、日本体育大学の攻撃。2番、高島。123ストライク、1ストライク。36ファール、ワンストライク。137ストライク、ツーストライク。136空振り三振、ワンアウト。4番重宮。116ボール、ワンボール。117打ってサード内野安打、ツーアウトランナー一塁。ツーアウトランナー一塁、バッターは5番本間。110ボール、ワンボール。137ファウル、ツーボールツーストライク。126空振り三振、スリーアウト。4回の表、日本体育大学の得点は無得点です。
ってセカンドゴロ、ツーアウト。6番西浦、133空振り三振、スリーアウト。4回の裏、筑波大学の得点は無得点です。5回の表、日本体育大学の攻撃、バッターは6番南です。114ストライク、1ストライク。117ボール、1ボール1ストライク。134ファール、ワンボールツーストライク。117ファール、ワンボールツーストライク。125ボール、ツーボールツーストライク。126打ってライトフライ、ワンアウト。7番相澤、102ボール、ワンボール。123打ってレフト前ヒット、ワンアウト、ランナー1塁。ワンアウトランナー1塁、バッターは8番内田、126ボール、ワンボール。124ファウル、ワンボール、ワンストライク。643ダブルプレー、スリーアウト。5回の表、日本体育大学の得点は無得点です。5回の裏、筑波大学の攻撃、7番小川。ノーアウトランナー2塁、ノーアウトランナー2塁、バッターは8番小田切。ボール、ワンボール、ワンストライク。
どうしますフリー逃げによりランナー出塁セカンドランナーは3塁へノーアウトランナー1・3塁9番野沢バッターは1番7番ランナー1・2塁バッターは2番石毛124ストライク1ストライク6回の表、筑波大学の先発ピッチャー村上に代わり西舘が入りますピッチャーの村上に代わりまして西舘君が入りますピッチャー西舘君森岡大沢高校背番号186回の表、日本体育大学の攻撃9番小滝139ボール4ボール141ボール2ボール123ボール3ボール37ストライク3ボール1ストライク135ボール4ボールノートランナー1塁ノートランナー1塁バッターは1番松浦136ボール1ボール2ボール117ストライク2ボール1ストライク3ストライク2ボール2ストライク
ファール、ツーボールツーストライク。ランナースタート。144ファール。フルカウント。130失礼しました。141ファール。フルカウント。ワンアウトランナー1塁、バッターは2番中島。123ボール、ワンボール。ツーアウトランナー一塁、バッターは3番矢沢。144空振り、ワンストライク。日本体育大学選手の交代をお知らせします。キャッチャーの内田に代わり高橋健信がキャッチャーに入ります。キャッチャーの内田博之君に代わりまして、
でライトフライ、ワンアウト。4番今井、120ボール、ワンボール。レフト前ヒット、ツーアウトランナー一塁。6番西浦、138打ってセンターフライ、スリーアウト。6回の裏、筑波大学の得点は無得点です。7回の表、日本体育大学の攻撃、4番重宮。33ボール、2ボール1ストライク。122ボール、3ボール1ストライク。抜けすら。147ボール、4ボール。ワンアウトランナー一塁、バッターは6番ミネミ。145ストライク、ワンストライク。ワンボールワンストライク。ワンアウトランナー2塁、ワンアウトランナー2塁、カウント2ボール1ストライク。143ボール3ボール1ストライク。
145ライトフライ、二塁ランナータッチアップにより三塁、ツーアウトランナー三塁、ツーアウトランナー三塁、バッターは7番相澤。日本体育大学の得点は2得点です。7回の裏、筑波大学の攻撃、7番小川、143ボール1ボール、ワンボールワンストライク。
番長戸。8回の表、筑波大学のピッチャー遠藤に代わります。1番キャッチャー高橋健司、141ストライク、ワンストライク。142ファール、ツーストライク。123ファール、ツーストライク。42ボール、ワンボール、ツーストライク。
141ファール、ワンボール2ストライク。9番小滝。ランナー二塁、1番松浦。121ボール、ワンボール。123ボール、ツーボール。3ボール1ストライク。中島申告敬遠により出塁、ワンアウトランナー1・3塁となります。3番矢沢申告敬遠によりランナー出塁、ワンアウト満塁となります。筑波大学ピッチャーの遠藤に代わり山田拓郎が入ります。
ッターは5番本間。日本体育大学、先ほどの回に代打いたしました中村光成に代わり、サードに小吹が入ります。日本体育大学、選手の交代をお知らせいたします。センターフライ、ワンアウト。4番今井。129空振り、ワンストライク。5番中村に代わり代打西尾が入ります。ワンアウトランナー1塁。三振、一塁ランナー盗塁成功、ツーアウトランナー二塁。6番西浦、ツーアウトランナー二塁。ボール、ツーボール。
回ツーアウト。8回の裏筑波大学の得点は無得点です。この回に代打としました二色控えとして大沢くんが代打に入ります。筑波大学先ほどの回に代打としました西尾に代わり大沢がライトに入ります。岩崎波高校背番号9回の表日本体育大学の攻撃6番南143ボール番ボール142ストライク1ボール1ストライク143空振り1ボール2ストライク142打って左中間へのツーベースヒットノーアウトランナー2塁セカンドランナー南に代わり代走中島が入ります。ノーアウトランナー2塁バッターは7番相澤138ボール1ボール141ファール1ボール1ストライクカウント1ボール1ストライク144ファール1ボール2ストライク高橋健信138打ってセンターフライツーアウトランナー2塁9番小滝144ストライク、ワンストライク125ファール、ツーストライク142ファール2ストライク126ボール1ボール2ストライク9回の表、日本体育大学の得点は2得点です。日本体育大学、先ほどの回に代走いたしました中島がそのままライトに入ります。9回の裏、筑波大学の攻撃、バッターは7番小川。124ストライク、1ストライク。124
7ボール1ボール1ストライク。日本体育大学対筑波大学第1戦2対1をもちまして日本体育大学の勝利です。